と話し合いの場面で彼氏が無言になり話しません。どうすればいいですか。もうこれが一番嫌だ。まあアリスさんは絶対嫌なタイプだよ、ね、絶対うち逃がさないもん。もうなんでえ、まあ、そもそも話せない人とは絶対付き合えないの。でも男ってそういう場所から逃げるから割と。で喋ってて、あ、もういいよみたいな感じで言っても、え、でもさ話終わってないよみたいな。めっちゃ引き止めるうちは、もう解決するまで話す。まあそうだもんね。だって今話さないとね。まあ話し合いは確かに向き合ってないと。でも、うん、なんかしつこくやるのは嫌だ。なんでまだでしょとか言われるとちょっと嫌かも。まあでも喧嘩中に無理にこう話し合いするのも良くないって。うん、そうだってあっちもさ、もう血が上っててさ無言になるタイプの人もいるじゃん、うん、あうぜもう喋んねよでもうマックスじゃん、うん、こっちはさ話そうよバーッたけど、あっちはそのマックスが無視かもしれないじゃんってなってたら、ちょっと時間を置いて話そうっていう話すのがいいかもしれない、うん、頭を冷やしてる、頭一回冷やすっていう、だからなんか割とさ男の人ってさ整理してからちゃんと話したいっていう人が多いから、うん、これは無言になってるわけではなくて頭の中で考えて整理して話してると思う、うん、で女の人っていうのは、女の人っていうのはっていうか、まあ、うちの場合だけど、過去にこういう例があったからこうだよねっていうなんか分かりやすく具体的にこう解決策を探すけど、男の人はその場のものをだけの処理しか追いつかないから、喋りたくないとかではなくて考えてるんだと思う、うんうん、だから今考えてるんだなって思ってあげて待ってあげたらいいんじゃない、うん、一生話ができないならもうダメだけど、そうだね、一生話できないのはダメ、ちょっと時間あげる、うん、ちょっと時間あげる、まあ、ガミガミにすぎてもあのね、なんかね近づけば近づくほど離れますから、うん、あ、またやってるよって思われるだけだから、そう、自分のね怒るというね効力がねだんだんなくなってきちゃうからね、うん、だから逆のことをしてみるのもありかもしれないよ、逆に自分が無言になるとか、うん、あり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 、あ、話さないならもういいよ、怖い怖い怖い、あ、もういいよ、怖い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 、怖 い, 怖 い, いつも喋る人がさ、なんかわかった怖い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 、え、ごめんね、なんかわかった、今話そうって、そうそうそう、え、それいい、それめっちゃいい、それいい、それいい、これ使ってみてください、それいい。